はい、みなさん、こんにちは。アメリカです。今日はですね、日刊現代の、まあ、ウェブ版から派生する、まあ、ヤフーニュースです。題名が、山本太郎らが資産、消費税ゼロで、賃金44万円アップの根拠ということになります。ですね、まあ、どういうことかというと、この日刊現代のこのウェブ版の、この、まあ、内容によると、ですね、先日ですね、前日の紙面では、消費税を引き下げると、GDP を852兆円まで押し上げると、いうことが試算されてたということです。誰が試算したかというと、京都大学大学院の教授の藤井聡さんですね。藤井聡教授が、まあ、まあ、おっしゃってたということです。まあ、元内閣参与でもありますね。で、まあ、彼はそう言った。で、今度は、まあ、令和新選組の、山本太郎さんは、どうしたかって、どういうこと言ったかというと、消費税をゼロにすると、6年目には、1人当たりの賃金が 44% アップすると。いうふうなことを言って、選挙戦で戦いました。まあ、具体的には、まあ、8% を、まあ、0% で廃止する。そうすると、2024年には、一人当たりの賃金が年収410万2000円から454万1000円へ約44万円も増加すると推計していると。で、この計算っていうのは、山本事務所が参議院調査情報担当室に依頼して試算してもらったということです。だからまあこの記事では、信頼性があると。いうことですけども、44万円はちょっと私少ないような気がするんですよね。もっといくんじゃないかなと思います。で、この後、またなんかいや、そうはいかないよみたいなことを、まあ、言ってる人がいますけども、まあ、まあ、それはまあ、興味がある人は読んでください。で、この山本太郎さん、令和新選組、山本太郎さん率いる、令和新選組、消費税 0% は、まあ、配信すると。と同時に、国債発行で財政出動すると明言してますよね。政策のマニフェストでは言ってます。なんでね、しかも 2% まで、2% も 2% になるまでどんどんどん財政出動するよという中で、まさに MMT です。まさに MMT。なんでね、消費税、これだけでも財政出動だけでも、まあ、GDP 上がるんで、給料上がります。と同時に、消費税を 0% して財政出動。もうこうなると、まあその財政出動の幅によっては、この、5年後450万ですか約454万よりもっと上に行く可能性がありますよね。上に行く可能性があります。なんでね、まあこの記事、まああながち嘘ではないなとは思うんですけどね。ただ、まあ、10% を掲げて自民党及び公明党を、まあ、率いる与党が、まあ、勝利しました。過半数突破したんでね。まあ、これから10月まで、まあ、本当に消費税、まあ、10% になる可能性が極めて高いです。どれだけ、まあ、経済が冷え込むかはわかりません。でも、我々は、日本の経済の成長を担ってる我々は、まだ、まあ、諦めることなく消費税減税。そして財政出動する。それをまあ言い続けていきたいと思います。今日はちょっとまあ、2発目なんでね、動画ね。ちょっとまあ短く、ね、抑えてみました。そうですか。まあ、令和新選組もまあ2人ですか。国会に送り込むことができたんでね。まあちょっと注目して見ていきたいと思いますね。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。